日光ジャンボ機 UFO 遭遇事件は、1986年11月17日に、日本航空の貨物便である1628便が、アメリカ合衆国のアラスカ州上空で、未確認飛行物体に遭遇した事件。機長が主張する、母船型 UFO との遭遇時を再現した映像。1986年11月17日、パリハツケプラビーク、アンカレジ経由。 東京成田行 j a l 百二十八便、日本航空のボーイング七百四十七の246回、カモウツキがアラスカ州のフェアバンクス上空の高度約一万メートルを飛行中に両端にライトを点灯させた巨大な母船型 UFO に遭遇した。同期機長によると UFO は時期の大きさの三から四倍にも匹敵する巨大な休憩で一時間弱の間、 旋回して、逃れようとした同期と並走するように移動し、機内の気象レーダーにもはっきりと映ったが、なぜか雲のような透明状のものとして、レーダー上では映っていたとのことである。この UFO については、アメリカ連邦航空局のアンカレッジ空港の地上レーダーと、アメリカ軍のエルメンドルフ空軍基地のレーダーでも、該当する物体は捕捉されなかった。後日のキャラハン氏のみが、 地上レーダーで捕捉されていたと証言している。地上レーダーで確認できなかったことから、管制局から調査のため空軍機の飛行を依頼するかとの提案があったが、機長は当該提案を断った。この提案を断ったことについては、後に機長自身による非常に高度に発達した飛行機に対して、あるいは宇宙船に対して行動をとった場合に、彼らは ものすごい技術を持っていますんでね。なんか変なことでもされたんでは、申し訳ないという気持ちがありますもんで、即座に断りましたという発言があった。その後、JAL1628 便がアラスカ行きのユナイテッド航空69便と行き違ったところ、UFO は反転して、今度はユナイテッド機の追尾を始め、同機がアラスカに着陸すると、どこかに消失した。なお、 ユナイテッド航空69便は UFO らしきものは見ていない。また、あまり話題にならなかったが、UFO 騒ぎを聞きつけた空軍の C-130 輸送機が現場に接近しており、日航機は死人したが UFO らしき物体は確認ではなかったとのことである。なお、この UFO 目撃事件については、航空機の安全運航に影響があるとされたことから、 アンカレジ着陸後、FAA によって、機長の事情聴取が行われ、機長については明定などの可能性がないことが報告されている。この事件の数ヶ月前に、日本航空の機長が見たとされる、同じ UFO が、ブラジルのサンパウロ上空に現れ、大勢の人に目撃されている。後に、寺内機長が、事件の詳細を、共同通信社に勤務する友人に話したことから、 この事件を共同通信社が世界各国に向け配信、事件が大やけになり、当時日本をはじめとする各国のテレビニュースや全国紙、週刊誌などで大きく報道された。この第一報の時点でも、副操縦士は光は見たが飛行物体の形は確認できなかったと証言しており、航空機関士は何も見ていないと証言している。またさらに機長は機内が照らされて、 熱も感じたと述べているが、副操縦士も機関士も、そんなことはなかったと否定している。しかしながら、その直後に UFO ではなく、惑星を見間違えたものとするマスコミによる解釈が報道された。機長は、その後地上勤務に異動となった。なお、寺内機長はこの事件の前後にも UFO 目撃談を語っており、この事件の後でも再び、アラスカ上空で、 UFO を目撃しているが、この時については、公虫現象の5人であると機長は認めている。本件についても、レーダーに雲状のものとして映ったという事実は、公虫現象を起こすような表情を含んだ雲であった、可能性を示唆している。この事件は、20世紀末までは、機長の錯覚として、人々の記憶から忘れらさられていた。しかし、2001年に、 かつての NASA 関係者や、退役軍人、政府関係者、航空メーカーの技術者などが、ディスクロジャープロジェクトという UFO や宇宙人に関する情報公開を目的とした記者発表会をワシントン DC で開催し、本件については FAA 職員であり、事件当時を含む1981年から1988年にかけて事故調査部長だったジョン・キャラハンより、 日光機長の報告を裏付ける証言がなされた。キャラハンによると、日光機がアラスカ上空で遭遇した UFO は、実際にレーダー上で確認され、機長の要請に呼応する形で、FAA がレーダー追跡し完成対応と記録を行っていた。その後事件がマスコミに漏れて騒ぎになったことから、FAA のアンカレジ支部は業務に支障をきたし、 事件翌々月の1987年1月、大将キャラハンが率いる事故調査部に一任した。キャラハンは全ての資料と記録を FAA の技術センターに移送させ、模擬完成室を用意して、録音やデータをもとに完成経過のリアルタイム再現を行った。これに立ち会って内容を知ったキャラハンは報告のため FAA 本部に戻り、当時 FA a 局長だった。 大役海軍中将ドナルド D ・エンゲンに再現時のレーダースクリーン状況を録画したビデオを見せた。するとエンゲンはその夜の予定をすべてキャンセルし、大統領に面会するとして出て行った。この2日後、FBI、CIA、及び当時のアメリカ大統領、ドナルド・レーガン直属の科学調査班が召集され、キャラ班ほか FAA 関係者22名を含めた。 報告会議が開かれた。この会議の終わりにおいて、参加者全員に対して CIA から観光令が宣告され、公式には本事件は存在せず、この会議も開催されなかったこととされた。この時、FAA が会議に提出した資料やレーダー記録、等は CIA らにより、すべて持ち去られたが、FAA 側は他にも報告書や録音テープ、 再現状況録画ビデオの原本等を保有しており、これらは気づかれず特に提出を命じられなかった。このためキャラハンラはこれらを保管し続け、後に一部を公表した。また、レーガン大統領は、この UFO 遭遇事件の報道に関して、アメリカ国内のマスコミに圧力をかけたと言われている。ハープによる何らかの秘密実験との関連を指摘する、説もある。ありがとうございます。